キルヒリンテルムは、ドイツ連邦共和国ニーダーザク先州のフェルデン軍に属す、町村である。キルヒリンテルムは、フェルデン分で最も広い市町村であり、ハノーファーとブレーメントの間、ミッテルベーザー地方、リューネブルガーハイで、アラー川ーの氷河谷に挟まれた高台に位置する。現在の町域は、南部のアラー川沿いの地域と、キルヒリンテルム中核部もこれに含まれる北部の、 リンテルナーゲーストとに分けられる。中核地区には、観光庁、企業、その他の公共機関が存在する。この町は、以下の17地区からなる。この町に隣接する市町村は、以下の通り、ランクベーベル、フェルデン、デルフェルデン、ザムトゲマインデレーテム、アラー、バルスローデ、フィッセルヘーベでザムトゲマインデボーテル、ザムトゲマインデゾトルム群。 多くの集落の成立が中世に遡る。現在キルヒリンテルンの町に含まれる地域は、初めてフェルデン公領に、30年戦争後は、スウェーデン領ブレーメンフェルデン地区に属した。わずかな期間デンマーク領となった後、キルヒリンテルンは1715年に、ブラウンシュバイクリューネブルク選定校、後のハノーファー王国の一部となった。広島戦争後、 1866年からハノーファー王国はプロイセンに併合され、1946年までプロイセンの州となっていた。1874年に鉄道アメリカ線が開通するとキルヒリンテルンは観光地として発展した。20世紀に入るまでキルヒリンテルーンの首輪は公式にはグロースリンテルンと称していた。 この町は1946年に再び設けられた、ハノーファー州の一部となったが、この州は同じ年に、ブラウンシュバイク州、シャウムブルクリッペ州、オルデンブルク州と合併して、ニーダーザクセン州が成立した。第二次世界大戦後は、東プロイセン、ポンメルン、シュレージエン、ズデーテン地方から、多くの難民が、現在の地域内に定住した。 1970年代の市町村再編で、フェルデン郡東部の17町村が合併して、単一自治体キルヒリンテルンが形成された。町名は、最大集落のキルヒリンテルンが採用され、行政機能もこの集落に置かれた。アウトバーン A27 号線からアクセスが良好で、ブレーメンやハーフェンに短時間で行き来できることから、時代とともに、 新しい住民が増加した。田舎でありながら、近隣の大都市に短い通勤時間で通えることが、その要因である。キルヒリンテルン地区とビットローエ地区には、プロテスタントルター派の教会組織がある。ブルースブロック地区には、独立福音ルター派教会がある。この町のカトリック信者は、フェルデンの首席司祭区に属す。この他、 比較的大きな宗教グループとしては、エホバの証人、バプテスト教会、自由教会やイスラム教が挙げられる。これらのグループは主に所在地であるフェルデンの宗教組織に所属する。将棋会は26人の議員からなる。図柄、赤字と金字に左右に分割。向かって、左は、端から、端まで貫く細いラテン十字。向かって、 右は青い隙。この町の旗の色は、紋章の色と同じ赤マイナスキン赤である。キルヒリンテルーンでは、農業が重要な役割を演じている。また、田舎ツアーが推進されている。手工業のほか乗り物製造、機械製造、輸送業の企業もある。道路キルヒリンテルーンの町は、アウトバーン A27 号線に面している。フェルデン。 東インターチェンジはフェルデン市に位置しているが、キルヒリンテルンからも短時間で利用することができる。修道 L171 号線が町域を東西に貫き、リントラーゲースとの集落を結んでいる。現在キルヒリンテルン中心部のバイパス道路建設が議論されている。特に現在町内を通っているアウトバーンから、 産業地域への交通による町の北部、西部の交通渋滞緩和が期待される。公共旅客交通キルヒリンテルンは路線バスによってフェルデンと結ばれている。いくつかの地区はローテンブルクやバルスローで行きのバスの運行経路上に位置する。キルヒリンテルン内の交通には町営バスもある。鉄道町内には3つの鉄道路線がある。 この町には現在ローカル列車にせよ、貨物列車にせよ、停車駅はない。最寄りの旅客駅は、フェルデン、フィッセルヘーベで、ランクベーデルにある。キルヒリンテルンは、社会用語施設の所在地である。最寄りの病院は、6キロメートル離れたフェルデンのアラーベーザー病院、あるいはいずれも、それぞれ25キロメートル離れたアヒムのアラーベーザー病院。 ローテンブルクディアコニー病院やバルスローデのハイデ軍立病院である。ありがとうございます。